政府は現在13都府県に出している緊急事態宣言の対象地域について北海道や愛知など8道県を追加する方針を固めました政府が緊急事態宣言への追加方針を固めたのは北海道、宮城、愛知、岐阜、三重、滋賀、広島、岡山の8道県です また、まん延防止等重点措置の対象地域については、高知、宮崎、長崎、佐賀の4県を追加する方針を固めました病床や臨時の医療施設の確保、自宅療養中の方々に連絡がつくようにすること、その体制、重症化を防ぐための中和抗体薬の使用の拡大、 こうしたことに引き続き全力で取り組んでいくことにしました政府はこうした方針を25日専門家に諮った上で政府の対策本部で正式に決定する見通しです